な元気？元気です。高校生の時も元気だったよね。なあ、そうね、ちょっと元気の度合いは違うけど、なんかね、そういう高校生の時のテンションっていうのをちょっと今一度僕は今回取材したところに行ってね、ちょっともらっちゃったな。あ、そうですか。うん、でもね、全然違うな。全然違うんだ。体力はもう全然違うな。あ、まあそれしょうがないよ。あのね、言いたいのはね、これは山ほどありますけれども、まずみんな見てほしい。わかりました。どうなるんでしょうかね。なんだろう。エンタメですキーワードはとにかく。ああれですか。あれなんです。コザの裏側。にゃん、やってきました。ここ皆さんご存知、五谷十字路でございます。この五谷十字路の角、そうね、このゲート通りがあってね、ミュージックタウンがこの通りありますけれども、さあなぜ今日僕はここにいるかというと、学アルフェスって皆さんご存知ですか。これね、県内の高校生が頑張ってるんですよ。さあ一体どんなエンタメショーを見せてくれるんでしょうか。レッツゴー。しげ、学園に来ました。早速行ってみましょう。みんな元気？君たちどこの学校？小田高校です。小田高校、ひょっとしてこれバンドだな。はい、そうです。バンドの名前教えて。デリバーっていうバンドです。なんでバンドの名前デリバーなの？何か配達するの？そうなんです、はい、担当の楽器は何？ギターです。ベースです。もうとにかくチャンピオンになってね。何の？小田の裏側。君がやっていたのはなんてやつ？ボイスパーカッションって言って、別の名でビートボックスっても言います。ボイパってやつね。はい、そうです。かっこいいかって。高校どこ？高校は首里高校です。あなた自身の今後の目標を教えてください。今後は、とりあえず沖縄ではビートボックス、ボイスパーカッションで1位になって、みんなに伝えていきたいです。コザの裏側。さあこの学アルフェス、どんな思いで主催されてるんでしょうか。はい、通常ですね、本当に高校の先生とか高校生たちに協力してもらって、学アルっていう冊子を作っていて、でダンス部とか軽音楽部とかコンテストを通常開催してるんですけれども、今回はその部活動だけではなくって、本当にいろんな部活で頑張ってる子とか、あとは個人で頑張ってる子とか、エンタメ分野を本当に頑張ってる子たちを応援したいということで、文化祭のようなイベントを企画しちゃいました。なるほど。これ考えたらね、もう全県の学校の学園祭をこうギュッとこう凝縮したようなね、本当にそうなりたいなと思ってます。誰ですか？ポールです。いやいやいや、学生がこれからね、いろんなことをチャンスをですね、広げていくためのこのイベント、はい、どう思われてます？この学生主体でされてるっていうのは聞いてますけど、本当にこうやって活躍する場があるっていうのはもう本当に非常にいいですし、僕もっていうか、すごく刺激になるんじゃないですか。で、見に来てって見てもらえる姿だったりっていうのは、やっぱり学生の子どもたちの成長に絶対つながると思います。こんな子供にうちの子も育ってほしいなと思ってます。高座の裏側。やっぱ学生たちってこう思い、ここにさ、思ってる、秘めてるものがあるじゃない。これはどう爆発させていいかわからない、それにはやっぱ大人の力が必要だけど、でもだからって言って大人が全部、はいこれやってくれ、あれやってじゃないわけよ、なんかそういうこの学生たちのこのこうメラメラしたやつがさ、キラキラしたやつがさ、ね、かっこいいよね。またそれをさ、コザでさ、チューブでさ、ミュージックタウンでさ、ああいうこう箱を使っていくっていうところも嬉しいじゃん。で、彼女たち、彼らたちからしたら、もうあそこの場所が自分たちの出発地点っていう認識になってくれたら嬉しいよね。ミュータンがメッカってね。ミュータンって言うんだよね、みんなね。そうなんだよ。おいつさんたち知らなかった。知らなかったよね。もうちょっとこう、鼻から声出してほしいな。そうだよね。あんまりもじもじしたらダメよ。エンタメ業界でやっていきたいんだろ。声出していこう、声。そう、声だ、声出していこう。ほんとね、大事だよ。大事です。もごもごしない。
挨拶大事。大事ね。本当ね。そこをね、やらないとね、業界ではやっていけないわよ。コザの裏側、置き場法よろしく。こんにちは。こんにちは。え、ここのブースは何何？あ、こっちはあの今フォトコンテストっていう写真の大会やってるんですけど、こちらが個人の部で、あちらが団体の部やっていて、今個人の部で投票行ってるんですよ。お二人の作品もあるの？あ、はい、あります。どれどれ？あ、何番？私は10番の作品が私なので7番の作品です。はい。これをじゃあ今みんなにここで投票お願い。投票してもらっています。このイベントどう思いますか？あ、なんかその人の好みとかいろんな写真が見れて、自分にとってはなんかいい勉強になるなって。え、将来の目標は？あ、将来は今写真家。小沢の裏側。さあ、この学あるフェスではですね、いろんなこう企業の方もですね、学生をこうサポートしつついろいろ PR もされてますね。ここは一体どういうものを PR してるんでしょうか？こちらでですね、あのクラス T シャツや部活 T シャツ、スタッフ T シャツなどを作成しているプリントショップなんですけど、その PR として、出展させていただいてます。あれ？沖縄市ないね。沖縄市がすみません、ちょっとないんですよ。でもあの LINE からでも打ち合わせとかもできますので、あの、はい、来ていただかなくてもやり取りができます。はい、この学生がもう盛り上げているイベント見ててどうですか？そうですね、もう自分はこういうことをなか今までちょっと体験したことなかったんですけど、今回見てみてやっぱり学生たちが楽しんでいる姿を見て自分も楽しくなってますね。講座の裏側。さあ、ここは何を PR してるんでしょうか？ここはですね、あのまず、小学院国際ビジネスアカデミーっていうあの学校なんですけど、シーバシーバさんはこれを参加することでどんな未来が待ってるんでしょうか？明るい未来でしょうね。はい、だってパワーがありますよね。僕は内地の人間なんで、沖縄の人たちは、沖縄の高校生はパワーあるなと思いますよ。すごいですね、もうすでに明るくなってますよ。でしょ。コザの裏側。あの周り の, あの例えば企業さんとかもですね、これとコラボをして、あのどんどんこう機運を高めようという動きもあるじゃないですか。これはもう継続するしかないですよね。そうですね、もっともっとあのたくさんあの高校生たちを応援してくれる人たちの集まる場にしたいと思ってます。私が学生時代なかったはず。ないよ、ないよ。学ある、うん、とってもいい雑誌なのよ、この雑誌もまた、うん、こうやりたいこと、こう夢をさ、まず言葉に出すことってとっても恥ずかしいことって、うん、なんか思いがちな、特にあのうちのあちってさ、かまじさ多いからさ、恥ずかしがり屋さんも多いし、うん、は夢を語るってダサいとかさ、うん、恥ずかしくて私なんてできないかもしれないと思うかもしれないけど、これ見てたらさ、こう私はこういう人間になりたいとか、将来こういうことがやりたいとか、それをこう言って自分の中でこう、まあ、改めて戒めとして、よっしゃ頑張っていこうってなったりとか、あとこういうことやりたいけど、どういうこと、どういうふうにこう動き出していいかわからないっていう子たちのために、こういろいろね情報が載ってたりとか。なかったよ。なんか俺今怒られてるみたい。怒ってない。とっても熱くなってる。みんな元気？はい。イエーイ。このチームは何かな？津田西高校グランツです。グラッツ？グランツです。グランツは何をするチームなの？ダンスです。どんなダンス？ヒップホップを主で、他にはロックとかブレイクとか多ジャンルもあります。かっこいいね。全員で何人いるの？全員で 43?7?40? このダンスをみんなでやることでどんな未来が待ってますか？楽しい未来が待ってます。そうだよね、それしかないよね。これからもどんどん踊り続けていきますか？はい。どこで踊りましょう？いろんなとこです。例えば？大会とかお祭りとか。国で言ったら？国。なんでなんでなんで、どこ行きたい？カナダです。カナダで踊りたい。いいですね。ぜひ皆さん世界を目指して頑張ってくださいね。はい。コザの裏側。今後のこのイベントの目標で、まあ、これを続けることによってどんなことになっていくのかっていうのをちょっと教えてください。そうですね、本当に、先生とかも私たちは本当に高校生大事に考えてるので、高校生たちが本当にとにかく、楽しいなと思えるようなイベントを作っていって、で高校生の進路を応援できるようなエンタメを、とにかく頑張っていることを応援したいなと思いますので、そういったイベントになれればなと思ってます。
なるほど、はい、個人的には将来のこれやってみたいこと目標とかってありますか？個人的に、そうです、そうです、私ですか、はいはい、なんだろう、なんですか？小座の裏側、小座の裏側少女登場です。登場は小座の裏側より宮田様お願いいたします。宮島です、宮島です。失礼しましたね。おめでとうございます。エンプティースペースさんの方、どうぞどうぞ。あの小座の裏側賞はですね、小座の裏側に出れます。ちゃんと演奏してるのを撮影してテレビに出ることができますけれども、ただ一つ条件がございまして、一生懸命オリジナル曲を作ってください。あの連絡してくださいね。はい、これはテレビに出れる、出れますよというのが入ってますんで、はい、ご確認ください。おめでとうございます。羨ましい、本当よ、羨ましいわって思う。うん、いや一つ一つのさ、子供たちの写真見ててもさ、学校高生の、うん、みんなのさ目がキラキラしてんだよね。あの時のキラキラした目、俺はまだ忘れてないぜ。私忘れたかもな。ちょっと見して。ちょっと擦れてるかも。あ、本当だ。お金のことだけばっかりだ。いやいやいや、お金も大事だよ。お金も大事だね。どうやったらね、エンタメでみんなを楽しましてしっかり仕事になっていくかっていうところね。うん、これがね、一応本当に難しい、大変なこともあるけど、うん、それを乗り越えた先に自分がやりたいこととか、うん、こうだったなっていう、こう達成感がつかめるから、うん、頑張ってほしい。応援してます。応援するよ。小座の裏側、どこ福岡と北海道、すごいですね。すごい、気仙沼のフカヒレまんじゅうとか。これは何だろう。あ、袋ばっかり入ってるね。あ、これ北海道ですね、うん、六花亭さんでしょ。あ、キャラメル、キャラメル、うん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 、ありがとうございます。うわー、ありがとうございます。四国方面まだないね。おい、もう恐ろしいこの人。四国方面お待ちしておりますね。まあまあ、うどんがいいかな。香川。愛媛のみかんとかね。いやいやいや、そんな贅沢言いません。もう見てくれるってね、沖縄市に遊びに来てくれればそれでいいんですよ、はい、ね、ぜひぜひ皆さん、うん、小座で会いましょう。はい、よろしくお願いします、はい、あとなんかお手紙もついてるのかな。そうなんですよ、紹介しましょうか。じゃあ早速、はい、小座の裏側 MC 宮島真一様、ミキトニー様、しげさんはじめスタッフの皆様、こんにちは。小座の裏側ボリューム232でメールを紹介していただいた宮城県のオノディンです。バックナンバーを片隅から再生していて、小座に行きたい気持ちが我慢できなくなり、ついに来てしまいました。ドーナツの穴を覗きながら映画を見たり、あえて深夜にステーキを食べに行ったり、沖縄そばを噛み切らずに一気にすすったり、レポーターの宮島さんやミキトニーさんになったつもりで街歩きを楽しんでいます。小座は期待以上に最高の街です。小座を見ているうちに店内の光景が目に焼き付いたのか、初めて訪ねるお店なのに以前に来たことがあるような不思議な感覚になりました。某所で泡盛王子にお会いできたのも光栄です。小座の裏側は笑える意味での面白さと、興味がそそられる意味での面白さが共存している番組だと思います。笑いの意味では宮島さんが AD に降格した回が一番ツボにはまりましたね。ありましたね。あったね、うん、興味がそそられる意味では、ドルを使った夜の街歩きが最も印象に残りました。戦後沖縄で7回も通貨が変わった史実を知り、ハッとしました。通貨が変わるということは、いわば天地がひっくり返るレベルの出来事です。小座の先人たちはどんな気持ちで7回も乗り越えたのか、そんな思いが頭の中をよぎり、本当の意味で小座の裏側が垣間見えたような気がします。小座の裏側のおかげで宮城に住んでいても大好きな沖縄にいるような感覚が味わえます。心からありがとうと言いたい番組です。これからも宮島さんとミキトニーさんの最高のコンビで末永く続けていってください。2018年2月12日オノディンこと小野寺徹さん。素晴らしいですね。デイゴホテルにて。これはすごい。ちょっと泣きそうになりましたね。これちょっとあの PDF にして、あの小沢ウェブにアップしてこい。オノディさんがってなるから。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。とっても嬉しい。あ、すごい、これは永久保存版で。
はあ、なんかうちらがやってることってさ、ね、ちゃんとみんなに伝わっているんだなって思うとつくづくね、うん、次の収録も頑張ろうと思うよね。頑張ろう、うん、もう一通はじゃあ次の収録で読まおうね。はいね、うん、じゃないとほらもうメールないみたいだから。あ、うん、そんなこと、しかない。あいつだったのこれ。そうそうそう、あ、そういうことね。はい、あ、失礼、今じゃあもうその前で来てください。